東京工業大学情報生命博士教育院は2011年に開始された新しい学位プログラムです。ちょっと答えてください。講義や実習は横浜鈴懸台キャンパスと東京大岡山キャンパスで行われます。生命健康の科学は計測技術やコンピューター技術と結びついて今急速に発展しています。しかし生命科学と情報科学の両方を理解できる人材はどれだけいるのでしょうか。情報生命博士教育院では生命科学と情報科学の両方を理解できるリーダーを養成します。一つの分野で深い専門性を持ちながら他方の分野の知識も合わせ持つ、それが我々が目指すガンマ型人材です。生命科学を主専門とする学生と情報科学を主専門とする学生がグループとなり、それぞれの強みを理解し協力して問題解決するプログラムを行います。例えば遺伝子組み換えや一分子イメージングなど生命科学の実験解析技術を学び、それにより得た情報を世界有数のスパコンツバメを好きなだけ使って分析することができます。異文化コミュニケーションを通じて広い視野や知識を培います。ネイティブの講師による少人数の語学教育、海外の学生と共に学ぶ夏の学校、国際科学コンテストへの参加など、ここでしかできない体験があります。グローバルに活躍するリーダーを育成することを目指しています。博士修了後のキャリアパスを確保するために、国内海外でのインターンシップを必修としています。修士課程では国内の一流企業で、博士課程では海外の大学研究機関で学ぶことができます。企業はそうではなくて、産業界からメンターを招聘、産業界でのニーズや考え方を吸収できます。最先端の世界の技術をこう常に入れていかないと、日本の中だけでとどまったらもうどんどん廃れていく一方ですので。このプログラムは視野を大きく広げ、グローバルに活躍できる博士課程の学生さんを支援するものです。ぜひこの機会を利用して積極的に大いに活用してください。学生の皆さん、これからの生命科学研究の発展には情報科学の知識テクニックを駆使して、膨大なデータから必要な知見をいかに抽出するかが鍵を握ってきます。ぜひ本プログラムを通して一緒に勉強していきましょう。私どもはもう10年以上にわたって2つの分野を専門とする学生を送り出してきました。生物科学は難しくありません。情報科学だって怖くありません。わかるまでやります。異文化コミュニケーション科目では、英語で自分の意思を伝え意見を交換する技術をしっかりと身につけるカリキュラムと、少人数制で丁寧に指導する体制を作っています。グローバルな第一歩を踏み出しましょう。自由な発想、堅実なプロジェクトの構築、そして分かりやすいプレゼン、これら3つの能力が現在の科学者に要求されています。皆さん独自のテーマを競い合うコンテストは、これらの能力を磨くまたとない機会です。このプログラムでは学生全員が海外と企業のインターンシップを経験できます。この実体験は皆さんの将来に必ず役に立ちます。今ライフサイエンスの分野では情報と結びつくことにより大きな変革が起こっています。学問だけでなく産業界でもこの大きな変革を担う人材を社会が必要としています。ぜひ皆さん共に学び、世界にイノベーションを引き起こしましょう。夢と課題に挑戦したい学生を募集しています。ぜひお問い合わせください。